時は1894年激動の時代、役人たちは不正三昧で私腹を肥やし、民は苦しい生活を強いられていた。農民軍として立ち上がった兄と討伐軍として銃を握った弟、チョ・ジョンソクとユン・シウンが時代に引き裂かれ敵となった義兄弟の絆と悲しい運命を描く緑豆の花、日本初放送。